新名塚古墳は、静岡県沼津市、松永座城の段にある前方公園墳である。1970年2月19日に沼津市の史跡に指定された。新名塚古墳は、静岡県沼津市松町城の段、JR 片浜駅の東方、約200メートルに位置する、全長52.5メートル、標高6メートルの前方公園墳である。 田子の裏から沼津市狩の川川口に伸びる鈴川サレキスから千本、サレキスの上に立地しており、同地は新名塚古墳を含め十数基の塩墳が確認されていることから松永古墳群と呼ばれている。古墳名の新名塚は公園部長に鎮座する新名社に由来し、古墳東側の境内は公園となっている。築造された時期については、 1982年の沼津市教育委員会による発掘調査では古墳時代中期後半と考えられていたが2003年度に行われた第二次発掘調査にて出土した壺型河原家の中に二重公園の底部先行壺があったことと前方部長が公園部系の半分程度であるという特徴から古墳時代前期に改められている。 公園部のコンクリートの溶壁新明塚古墳は1948年に日本大学三島考古学研究会の投査により形状が前方公園墳であることが確認されている。地元の松永地域では古墳公園部の墳町に新明社があることや東側の広い境内が公園となっていることなどから市民の祭礼の場や憩いの場となっている。同古墳の墳給が ほぼ細砂利と砂でできていることからか、土砂が少しずつ流出していたようであり、松永自治会ではその対策として、紛糾状に盛り土を行うとともに、公園部周囲にコンクリート用壁を設置するなどしたものの、土砂の流出を防ぐことはできなかった。そのような中、1981年4月、松永自治会から沼津市教育委員会に対し、 新名塚古墳保存整備の要望書が提出され、同委員会はこれを受けて、同年中に測量調査を実施するとともに、翌1982年7月から8月にかけて、範囲確定等のためトレンチ発掘調査を行っている。新名塚古墳の規模は下記の通りである。新名塚古墳の出土品は下記の通りである。東側より撮影。北側には、 東海道本線が走っており、東側は公園になっている。ありがとうございます。